この世界に生きる者で歴史に名を刻む働きを残すことのできるパイロットは少ない。彼らがパイロットとして活躍しうる肉体的なピークは若いうちだ。ただそのピークは人間としての精神的な熟練を迎えるのに比べてもあまりにも早すぎる。いつの日か誰もが肉体の限界を感じるだろう。それは悪いことではない。ただその限界を超える精神力を持つ者はそれを口にする必要がないだけなんだ。しかし彼は肉体的にも精神的にもピークを迎えたまま世に名を残そうとしている。彼の名はアビサル・ディジョン。ゼネラル・リソースのエースの名を欲しいままに大空を舞う。ニューコムの勢いは弱まってきたようだが油断はできない。そこで今後の展開に備えゼネラル・リソースの部隊と共同の訓練飛行を行う運びとなった。実戦ではないからといって手を抜くな。領空内において入庫向きによる認可されていない化学物質の散布実験を確認。訓練を中止、直ちに現場に急行し投下された落下傘コンテナを破壊せよ。ったく、いい加減でお出ましときた。
ニューコムのトンボども。タッチダウンさせるな。エンゲージ。ニューコムによる環境汚染を阻止できた。訓練飛行は無駄ではなかったようだな。まだ帰ってないか。あ、おかえり。パーク司令から聞いたわ。ゼネラルのエースと渡り合ったらしいじゃない。かなり悔しいけど、君のこと認める。フライトレポートのデータを見ました。不思議なことだけど、あなたの飛び方って最近少し私に似てる気がして。あなたはどこから来たの？